次は潔をカゴ釣りで、狙う仕掛けです。必要なのは竿、まあ、15メートルぐらいは飛ばす必要あるんで、柔らかい竿だと、使えない3号から4号ぐらいの竿で、リールはちょっと大きめの方が使いやすいです。ミチ糸は、4号から5号ぐらいが、必要ですね。で、あとはまず浮きです。自分で発光する浮きでもいいですけど、こういうようなケミホタルも、作れる浮きが、使いやすいです。これは3号の円筒浮きです。で、海ホタルっていうのがこのヘッドの部分がこう丸く大きくなってるんで、これが見やすいです。これ5時間、使えますんで、で、ここにこう刺せるようになってます。こういう風に刺せるようになってこれで、浮きと、浮き止めがここにあるんで、浮き止めのところで浮きを止めないといけないので、この絞り玉で浮きをスムーズに動かすために、この絞りペットで、浮きが仕掛けと絡まないようにするカラマンボで、重りの、浮きの浮力調整と、絡み防止のためにこのクッション付きの重りで、アミエビを、巻き餌にするんで、このアミエビのナイロンカゴ、これを使います。一つずつつけていきます。まず浮き止めがありますんで、次に絞り玉つけます。穴の大きい方と小さい方あるんで、小さい方から糸を通します。まず、浮き止めと絞り玉です。で、次に絞りペット、絞りペットもどっちからでも別に構わないです。で、次に、カラマンボウ。カラマンボウをつけます。で、まあ、適当なところで仮止めします。それで、絞りペットのところに、これです。さっきのスナップがこう開くようになっているんで、ここに浮きを引っ掛けます。で、こういうふうに閉じれますんで閉じます。で、その次に、クッションのついてる鉛です。これはここにストッパーがあるんで、重りがこれ以上下へ落ちないようになっているんで、これが上、これ下だとこう下へ落ちてしまうんで、こっちが上です。でここに、結びます。普通のあのクリンチノットで大丈夫です。カゴはここにつけます。で、ここから下は、もう普通の仕掛け、針子の仕掛けをつけます。で、1本針でも、2本針でもどちらでも構わないです。それで、今度はこのカラマンボウをつける位置ですけど、仕掛けを投げるときにこの、浮きとかケミホタルがカゴとかに絡まないようにするために、当たらない位置まで調整します。はい、これだと、仕掛け絡まない、これぐらいの位置に調整します。で、あとは下は、針子をつけるだけです。